ございます。今週もよろしくお願いします。今日もマラトゥアの海から、お届けしようかと思ってるんですけども、もうここの海はですね、まあ一通りちょっと全部3日間潜ったんですけど、いや本当に面白いところの海で、マクロもすごい、ピグミーがいたりとか、それからウミウシもすごいたくさんいるし、甲殻類も結構充実してるし、マクロも面白いんですけど、ワイドもここすごい面白くて、今回、まあ、ここの現地に来てみていろいろ分かったんですけど、まず、ジンベエが、まあ、結構確率高く見れるっていうのとか、あとサンガラキに行けばマンタがもうね確率高くもう結構確実に見れるところもあるし、それから、バラクーダポイントっていうところの、カカバン島っていうところにありますね。そこもバラクーダも結構確率高く見れるし、それからあとですね、ここのマラトゥアの、ここのもうすぐ近くのこの辺なんですけど、そこにニタリポイントがあるんですよ。でそこも例えばマラパスクアっていうフィリピンにある、なんだっけ、オナガザメのニタリが見れるところがあるんですけど、ここはですね昼間に、見れるところなんですよね。マラパスクはもう早朝なんですけど、こっちはもう、お昼過ぎぐらいに見れるぐらいのところが、ポイントがあるんですよ。でここの、ニタリ以外にも、それから、ここのマラトゥアのなんだっけな、コーナーみたいなところがあるんですけど、そこのチャネルっていうところのポイントもあるんですけど、ここのチャネルっていうところは、銀河ベアしか結構見れてるところなんですよ。それからあと、まあ、とにかくすごいのはもうカメがものすごいたくさんいっぱいいて、もうここのですね場所のもうすぐ下のところにもうカメがたくさん泳いでるのがもう上から見えるんですよ。もうここにカメと一緒にツバメウオがたくさん一緒に泳いでるところがあったりとか見れますね。こういうのとかも見れるし、まあなんかカメもすごい面白いです。あとその他にも、そうそう、バッファローフィッシュも結構この辺さっき潜ってきたんですけど、たくさん泳いでましたね。なのでもうとにかく、まあ、ジンベエ、マンタ、それからニタリも見れるし、あとバラクーダ、それからあとギンガメアジとか、まあなんかとにかくカメとかあとバッファローとか、なんかその辺の7つの大物って言われてるものがもうここだと結構確率高く見れるんですね。なのですごいとこだなーなんて思って、なんかあそこすごいイルカみたいなのが跳ねてますね。見えるかな、あそこにイルカが、あそこですね、イルカとかなんかもそういえば、あ、今跳ねてますね。あの辺とかの方にも、こっからカカバン島に行く途中にもイルカに会えたんですよ。なのでもうなんだかすごいワイドが好きな人にはすごい面白いところだなと思いました。ただやっぱちょっと流れがちょっと強いところの場所があったりだとか、まあ、時間帯によってそういうところとかなんかもあるんで、なんかそういうのとかなんとかもしね大丈夫な人だったらすごくいいところだなと思いました。で今回今さお話ししたちょっとジンベエザメを今回見に行ったんで、これ早朝朝早く見に行ってきたんですけど、その時の模様なんかを今回最後に、くっつけて皆さんに、お届けしたいなと思います。今日はその辺です。また来週よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ、さよなら。